ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。夜空で最も目立っているのは間違いなく月だけど、月っていつも変わらない姿を私たちに見せるわよね。月は地球に常に同じ面を見せており、決して裏側を見せることはないんだ。月の裏側ってどうなっているのか気になるわね。その月の裏側からやってきたかもしれない地球の準衛星が新たに発見され話題になっているぜ。月の裏側からやってきた準衛星なんて面白そうね。今回は、地球の準衛星カモアレワが月の破片だった可能性について紹介するぜ。そのカモアレワというのがどんな天体なのか早く教えてほしいわ。それでは今日もゆっくりしていってね。地球には準衛星とされる小惑星46921カモアレワが存在する。通称カモアレワだ。カモアレワってどういう意味かしら。ハワイ語で振動する天体という意味があるぜ。ハワイのマウイ島にあるハレアカラ火山の頂上に設置された望遠鏡から発見された。地球にも準衛星なんていうものが存在したのね。地球の準衛星とは地球の近くに留まりながらも太陽を周回するような小天体のことだぜ。それはあたかも地球を周回しているように見える。準衛星と衛星は違うものなの？地球の衛星というのは月しかないぜ。衛星とは惑星などの周囲を回る天体のことで、太陽系の中には衛星が200個以上発見されているんだ。衛星って太陽系にはそんなにたくさんあるの？観測技術の向上によって今後も新たな発見によりその数を増すはずだぜ。つまり恒星の周りを惑星や準惑星が回り、その周りを回るのが衛星ということだ。太陽の周りを地球が回り、その周りを月が回っているって感じよね。地球には衛星が一つだけだが、土星の衛星は149個あると言われており木星にも95個の衛星がある。一方で水星と金星には衛星は全くない。衛星が多い惑星もあれば全くない惑星もあるのね。そして地球近傍には小惑星や水星も存在するが、それら全てが発見されているわけではないぜ。観測が難しい天体もあり、小惑星であるカモアレワも発見されたのは7年前と最近だった。地球の近くにあったにもかかわらずなかなか発見されなかったのね。カモアレワはパンスターズ望遠鏡で発見されたが、直径はたったの45から60メートルしかない小惑星だ。しかも地球に最も近づいたとしても1400万キロメートル以上も距離が離れている。カモアレワってそんなに小さい天体だったのね。そんなカモアレワだが月に似た物質で構成されていることも判明した。そのことからカモアレワは遥か昔に天体が月に衝突してできた可能性があると報告されたぜ。どうしてそんなことがわかったの？大型双眼望遠鏡とローウェルディスカバリー望遠鏡によってカモアレワの反射光を調査したんだ。それは赤の反射スペクトルを示しており、これが月の表面の鉱物の反射スペクトルと似ていた。それなら確かにカモアレワと月の間には何らかの関係がありそうね。またカモアレワの周回軌道の評価も手伝ってこの小惑星が月の破片ではないかと考えられたぜ。カモアレワはほとんどの地球近傍天体の起源とされる小惑星帯から来たものと異なっていたんだ。それらはどう違っていたというの？軌道の特性から他の地球近傍惑星とは違っていて、カモアレワの公転運動は特徴的と言われている。こうした理由からカモアレワは他の近傍小惑星とは起源が異なる可能性が示唆された。カモアレワが月の破片だったとして、どうしてそのような状態になったのかしら。研究チームによれば、数百万年前の小惑星衝突が原因で月から吹き飛ばされたという。そしてその理論はカモアレワの軌道と一致するんだ。その理論はどのように導かれたの？数値モデルを用いたシミュレーションにより、月に小惑星が衝突し破片が高速で飛び出す可能性が示された。そして月から飛び出した岩石の軌道をモデル化すると、カモアレワのような軌道に入ることもあったぜ。その可能性って高いものなの？実際のところかなり稀なことではあるものの、0.8% で発生するとわかったんだ。0.8% は低い確率と考えるかもしれないが、他のシナリオよりは確率は高いと考えられるんだ。他のシナリオというとどんなものなの？小惑星帯から来た小惑星が重力に捉えられ、カモアレワのような特異な軌道に入るという説だぜ。ちなみに小惑星を起源とする理論の可能性は可能性がゼロであるとも言われている。それなら 0.8% 可能性がある方が、かなり確率が高いと言えそうね。こうしたことからおそらくカモアレワというのは、衝突事象に由来する残骸であると考えられるんだ。もしくは今より大きかった天体が、地球と月に近づいた時に重力で破壊された可能性もあるぜ。新たな研究によればカモアレワが月の裏側にあるクレーターから誕生した可能性があるという。そのクレーターとは直径 22km のジョルダーノブルーのクレーターだ。どうしてそれがわかったのかしら。カモアレワの軌道的、物理的特徴からシミュレーションによって調査した。それによればそのクレーターに 1.6km の小惑星が衝突して弾け飛んだ破片の一つがカモアレワだ。月
月の裏側ってどうなっているのかしらね。月の裏側というのは地球からは見えないぜ。なぜなら月の公転と自転速度が同じだからだ。どういうことなの？つまり月の公転周期と自転周期は27日7時間 43.193 分と、全く同じだぜ。月が3分の1回転地球を公転すると自転も3分の1回転するため自転と公転が同期している状態と考えられる。だから月は常に同じ面が地球に向いているのね。地球からは月の裏側が見えないことからその神秘性は人々を魅了してきた。月の裏側には宇宙人の基地があるとか、古代の月の遺跡があるなど想像されたぜ。月の裏側って実際どうなっているのか気になるわね。月の裏側はクレーターが非常に多く月の表側と様子が全く違うと言われている。月の表面には海と呼ばれる平坦な暗い地域が多数見られるが、月の裏側にはほとんど海がない。どうして月の裏側だけクレーターだらけなのかしら。月の裏側は隕石の衝突を多く受けた可能性がある。または地下からガスが逃げ出して陥没してできたという説もあるが、明確にはその理由がわかっていない。月の裏側って聞いただけで好奇心をくすぐるわ。月の裏側中央には直径 93km で深さ 3km のダイダロスと呼ばれるクレーターがある。ただし月面最大のクレーターはヘルツシェプルングと呼ばれ、直径はおよそ 530km にも及んでいるぜ。本当に大きなクレーターがあるのね。とはいえ月の裏側に関しては探査は行われているが、実際に人類が着陸したことはなく未だ謎が多い。そんな神秘に包まれた月の裏側からカモワレワがやってきたとするなら、ますます興味深いわね。カモワレワの大きさから、その衝突によって残されたクレーターは10から20キロメートルより大きいはずだ。また地球近傍小惑星が地球の近くを漂うのは1億年くらいまでになるため、カモワレワはこれより若い。大きさや発生時期について条件が絞れるのね。こうした考えられる条件を当てはめてみたところ、ピタリとあった月のクレーターはただ一つだった。それがジョルダーノブルーのクレーターだぜ。そうなるとジョルダーノブルーのクレーターはカモワレワの起源と言えるかもしれないわね。このクレーターの軌跡の組成が、カモワレワと似ていることが発見されている。そしてシミュレーションでは、ここに 1.66km の小惑星が衝突すると最大400個の破片が飛び散るんだ。そんなにたくさんの破片ができるの？それらの大きさはカモワレワと同じような大きさで、1000万年もすればほとんど地球の軌道から外れるぜ。だがカモワレワのような軌道に乗るものもある可能性はあると考えられる。カモワレワが月の一部だったなんてロマンがあるわ。しかしこれに対する決定的証拠がまだないんだ。今後のさらなる調査によってその答えが導かれるぜ。カモワレワの起源も気になるけど、月そのものの起源も気になるわね。月ってどのように形成されたのかしら。月の起源については様々な説が唱えられてきた。実は今もなお月の起源については明確な答えは出ていない状態なんだ。地球にとって最も身近とも言える月について人類はほとんど知らないということね。代表的な説としては、月は地球と別の場所で生まれその後地球に捕らえられたとする捕獲説がある。しかし宇宙をさまよう天体を地球が捕らえることは難しいと考えられるためそれほど支持を得ていない。月と地球に共通点はないの？月の物質は地球内部のマントルの物質と比較的似ていると言われているぜ。そのため月が地球から飛び出してできたという分裂説も説得力があるとも考えられるんだ。地球と月に似た部分があるのなら、形成においても関係がありそうよね。ただし地球は硬いため月が分裂するとしたら地球の自転速度がかなり速い必要がある。そのため決定的な説ともなり得ないぜ。地球と月が似たような物質でできているけれど、分裂したわけではないかもしれないのね。そこで月が地球の周りで地球と同時に作られたという双子集積説という説も唱えられたんだ。この説では月と地球の特徴がよく説明できるが、月と地球の核運動量について説明ができない。核運動量って何？核運動量は、回転している物体が持つエネルギーを表す量として定義されたものだぜ。地球と月は互いに公転しているためその回転の運動量である核運動量という量を持つことになる。何か問題があるの？地球と月の核運動量は非常に大きいのだが、同時にできたとしたらこの核運動量の値が説明できない。そこで新たな説として巨大衝突説が注目を浴びたんだ。巨大衝突説はどんな説なのかしら？地球が誕生した直後に火星くらいの大きさの巨大天体が衝突して両方から物質が飛び散った。その飛び散った物質が月の元となったとするぜ。地球に火星がぶつかってきたと想像すると悪夢ね。巨大衝突はおよそ46億年前の出来事であり、できたばかりの原始地球にぶつかったとされる。その頃は人類はまだ地球にいなかったはずだ。人類が地球上に現れたのは今から700万年以上前と言われているぜ。激しい衝突に驚いた人々は当時はいなかったということね。地球誕生から40億年ほどは歴史しかなかったと考えられる。
今もし火星みたいな星がぶつかってきたら生きた心地がしないわ。この説では地球から散らばった物質が入っているため地球と月が同じような物質という点で問題ない。核運動量についても、巨大衝突によってその天体から核運動量がもたらされたとしたら説明ができるぜ。そうすると巨大衝突説が正解になりそうね。巨大衝突説は月の特徴を説明でき、月の起源として最も有力な説だと言われている。ただし、そのような衝突の痕跡が地球や月に残っているといった証拠も見られないんだ。実際のところ月の起源を確証を持って説明できている説は未だにないということなのね。月はこれほど身近な天体でありながら、その性質について謎が多く残されているぜ。さらなる月探査を行うことで、月の起源が明らかになることが期待される。地球にはかつて二つの月があったという新たな仮説が発表されたんだ。そして二つの月はゆっくりと衝突して一つになったという。月が二つもあったなんて信じられないわね。コンピューターによるシミュレーションによると、地球は二つの月を持っていたが数千万年後に衝突した。そして現在のような姿になった可能性があるんだ。どうして二つも月ができたのかしら。原始地球と火星ほどの大きさの天体テイアが衝突し、地球周回軌道上に集まって形成されたのが月だぜ。そして地球にも月にも吸収されなかった物質が、二つ目の月として天体を形成したと考えられる。その二つはどうして衝突する運命をたどったのかしら。形成から数千万年すると月の軌道上の重力安定点から外れ、月の裏側で衝突した。そして表側と裏側の地形が大きく異なる現在の月のような形になったという。二つの月がぶつかるだなんて、一体どんな光景だったのかしら。今回のモデルではそれほど激しい衝突ではなかったと考えられているぜ。だが衝突によって何兆トンにも及ぶ破片が宇宙空間に放出された可能性がある。それによって地球にも何か影響があったのかしら。衝突から最大で100年の間に、月のかけらが大小様々に地球に降り注いだと言われているんだ。ただしこれほどの天体ショーを目撃した生物はまだ地球上にはいなかったはずだぜ。もし今この現象が起こったとしたら、地球上は大騒ぎになること間違いなしね。しかしながらこの新説では、月の裏側にアルミニウムが豊富に存在する理由が説明できないことになる。そして現在のデータでは2つの月が以前に確実に存在したとするには不十分と考えられるんだ。2つ月があったら夜空はもっとロマンチックになりそうだから2つあったと思いたいわ。仮に地球が2つの星を持っていたら、その美しい光景を堪能するなんて事態ではない。それは地球にとって悲劇になる可能性が高いぜ。どうして月が2つあると悲劇になるの？二つの月が地球と月の間の軌道を回るなら、重力が増すため大きな潮汐が生まれることになる。つまり太陽と月の引力によって潮の満ち引きが大きく引き起こされるんだ。そうするとどうなるの？海の水は月に引っ張られてしまい、ピーク時は海面が現在の6倍にも上昇するぜ。すると地球上の多くの都市を浸水させて人類は大混乱に巻き込まれてしまう。大きな町が水浸しになったら困るわね。そして二つの月は地球の自転を遅らせて、地球の一日の長さを長いものにする。というのも月は年に 3.8 センチメートルというスピードで地球からだんだんと遠ざかっているからだ。それってそれほど速い速度ではないわね。月が地球を引っ張るため地球の自転が遅れ、およそ4万年ごとに1秒ほど日が長くなるぜ。これは月が二つなら速度が速まると考えられる。一日の時間が長くなるのはいいのか悪いのか微妙なところね。二つの月が衝突することがあれば、大量の破片が容赦なく地球に降り注ぐことになるんだ。地球に巨大クレーターをもたらす可能性もあるぜ。これは人類滅亡になりかねない危機になるかもね。二つの月の引力は地球の火山活動を活性化して大噴火や地震などの大災害にもつながると考えられる。このように地球が月を得る確率は低いものの、もしあれば現状とは地球環境は激変するということだ。そう考えると人類は二つ目の月は歓迎できないわね。夜空に美しく光る二つの月は想像の世界に留めておくに限るわ。地球と月は関係が密接であり、月は地球にとってなくてはならない存在だ。例えば月は地球に隕石が衝突する危険を軽減する役割を果たしていると言われている。どうして月が隕石衝突のリスクを減らすの？月の裏側には数多くのクレーターがあり、小天体がそれだけ衝突した可能性があるぜ。地球に到達する前に小天体を引き寄せるほどの重力を持つ月があるため地球が隕石衝突を回避できる。地球に小天体が衝突するとどうなるのかしら。もし 10km ほどの隕石が地球に衝突すれば、水爆の200万倍の衝撃波に襲われるんだ。そして凄まじい衝撃波は津波を引き起こし森林を破壊して、極めつけには大地震が街を襲うぜ。これは言葉も出ないような大惨事ね。
衝突から時間が経っても高温の灰や塵などが空を覆うことで太陽が隠されて地球は激しく寒冷化する。6600万年前には地球でこのようなことが起こり、地球上の生物種のおよそ 75% が絶滅したという。隕石衝突って想像以上の悲劇だわ。前もって隕石の衝突を知ることはできないの？天文学者の連合である国際小惑星警報ネットワークは危険な小天体に関し人々に知らせる手順を定めた。脅威を察知すれば評価して、衝突に備える警報を発信するんだ。それなら少し心強いわね。天体の地球衝突は10メートル以下の小さいものなら実は1年で何度も起きていることだぜ。しかしこれらは大気中で燃え尽きたり、海上に落ちたりと被害はそれほど見られない。どれくらい大きな隕石なら危険なの？100メートルほどの大きさになると地域に被害を及ぼすが、この頻度は数百年に一度程度と言われている。直径1キロメートルほどの天体でかなり危険度が増すが、数十万年に一度ほどの頻度と考えられるんだ。地球生命が滅亡するレベルはどれくらい大きいかしら？直径10キロメートルに達すれば、地球環境を激変させるほどの衝撃を受ける可能性があるぜ。対策としては天体に質量のあるものを衝突させ軌道を変えるキネティックインパクターという方法がある。対策方法も考えられていたのね。巨大天体に対しては核爆発を利用するといった方法も考えられているんだ。とにかく早期に発見できれば、何かしらの対処方法はできるはずだぜ。恐竜は絶滅してしまったけれど、人類は知恵を絞って地球生命絶滅を回避したいわね。また、月の公転は地球の地軸に影響を与えている。月の公転は地球の地軸の傾きをほぼ固定しており、これによって太陽光の角度が変わり季節が生まれるんだ。季節にまで月が関係しているの？もし月がなければ地軸が安定を欠き、四季がなくなって大きな気候変動につながるぜ。さらに月がないと潮の満ち引きがなくなり、海流に異変が起き海の生物の生命活動維持も困難になる。これほど月が大切な存在だったなんて初めて知ったわ。それに夜空に月がなかったら、星の光は微々たるもので夜は真っ暗闇になってしまう。人間は人工的な光があるからまだいいが、夜行性の動物たちの活動に支障をきたすんだ。人間だって月がなければ精神的に不安定になりそうよ。地球に月がなければ地球環境は維持できず、生態系は大きく変化する可能性があるぜ。月があったからこそ今の地球があると言える。新たに地球の純衛星がカモワレは意外に発見された。その名も 2023FW13 だ。2023FW13 ってどんな天体なの？地球からおよそ 2700万km 離れたところにあり、直径は10から20メートルほどと推定されるぜ。紀元前100年あたりから地球の準衛星になった可能性があり、カモワレはより安定している。地球の準衛星ってカモワレはだけではなかったのね。準衛星となる小惑星の軌道というのは長期的には安定していないものだ。2023年時点で地球の準衛星は5個発見されているが、その中でカモワレはが最も安定している。カモワレはどのくらいの期間地球の準衛星になっているのかしら？カモワレはおよそ300年は地球の準衛星である可能性があるぜ。そして今回発見された 2023FW13 は、6個目の現在の地球の準衛星となる小惑星だ。大きくても20メートルの大きさだなんてかなり小さい小惑星よね。だがその軌道は準衛星として非常に安定しており、西暦3700年までは軌道を維持すると考えられる。それ以上軌道を維持する可能性もあり、準衛星としては群を抜いて安定しているぜ。しかも紀元前100年も前からあるのだからかなりの長期間地球の近くに留まっているのね。こうした近距離の小惑星には、地球からも数ヶ月で到達できるんだ。今後は探査目標として注目を集めることになりそうだぜ。地球の準衛星がすでに6個も発見されていたなんて全然知らなかったわ。また新たな研究により地球からおよそ40万キロメートル離れた軌道上に地球を周回する天体が2つあると発表された。ただしその天体というのは月のようなものではなく多くの塵が集まった雲状の天体だと言われている。雲状の天体が地球を回ることもあるのね。この薄い塵の集まりは、コーディレクス気運と名付けられたぜ。薄いながらも非常に幅広く、およそ10万キロメートルにも及ぶものだ。かなり大きな雲なのね。見かけの大きさは夜空に見える月を30個 ×20 個並べたほどの大きさと言われている。そして実際の大きさは地球の直径の9倍ほどにもなり非常に大きいが最も見つけにくい天体と考えられるぜ。地球の周りには様々な天体が周回していたのね。こうしたコーディレクス気運や、カモワレワのような天体は地球に影響を及ぼすものではない。しかしながら地球に危険を及ぼしかねない小惑星も地球の近傍に数多く存在しているんだ。危険な天体ってそんなにたくさんあるの？潜在的に危険と考えられる天体は、およそ1300個も発見されているぜ。
その中でも最も大きいのは、1999JM8 と呼ばれる小惑星だ。1999JM8 ってどれくらいの大きさがあるの？直径がおよそ 8km にも達するもので、地球の恐竜絶滅に導いた隕石と同等の巨大さだぜ。こうした天体が今後地球に衝突しないとは確信できない。常日頃から地球の周辺を観測して、回避できる危険は回避しないといけないわね。恐竜と同じ運命を迎えない術を人類は考えていく必要がありそうだ。今回は、地球の純衛星かも我々が月の破片だった可能性について紹介したぜ。地球にとっての月の重要さとその神秘的な魅力をまた改めて再確認してしまったわよ。月の裏側が一体どうなっているのか想像しただけでもワクワクしてしまうものだ。かも我々は純惑星と見せかけて、月の裏側にいる宇宙人が地球周辺に飛ばした偵察衛星かもしれないわよ。さすが宇宙人好きの霊夢は、何でも宇宙人に結びつけるぜ。そのうち私の予想が正しかったと証明される日が来るのが楽しみだわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。